こんにちは、スパオです。今回はコストコで毎年この時期になるとリピ買いをしている商品と最近登場した新商品を中心にお届けしたいと思います。今年も待ってましたな商品もあれば、激推ししたい新商品も登場します。お買い物の参考になれば幸いです。ではどうぞ。はい、まず1品目、アンズテーブルのクラムチャウダー2倍濃縮。コストコイートインのクラムチャウダーを自宅で楽しめちゃうクラムチャウダーファン歓喜の品です。原産はカナダなんですけど、かなり日本人好みの味に仕上がっているんです。中はポテサラみたいな塊になっているので牛乳で伸ばしていきます。ベースの具材はジャガイモとクラム、ベーコン、玉ねぎも入っているようなんですが、ほとんど感じないです。具材はすべて1センチほどのダイスカットになっているので、とにかく食べやすいのと味がものすごくいいです。というかまんまフードコートの味です。ちゃんと乳脂肪を使ったクリームでコク出ししているので、すっごい自然な風味で、クラムも弾力ある食感で食べ応えもグッド、じゃがいもも変に煮崩れている感じがなくて満足感あるんです。 830g という大容量ですが、2倍濃縮で牛乳で伸ばしていくので賞味料は1キロ超え。牛乳の値段を足して1人分 200g と仮定しても、だいたい1食分200円くらいなので、当然ながらフードコートで頼むよりコスパがいいのと、これ冷凍しておくと忙しい朝にも大変重宝するんです。冷凍する場合は牛乳で伸ばす前の状態で冷凍しておいて、食べる際にカップにクラムチャウダーと牛乳を入れてレンチンするだけ、超簡単です。これはこれからの肌寒い時期には大変嬉しい商品です。コストコチャウダーお好きな方はマストバイですよ。はい、続いてがフィグウォールナッツブレッド。個人的にコストコ自家製ブレッドの中で 1,2 を争うレベルで推したい商品です。不定期販売なのかあったりなかったりした気がするんですが、今だったら手に入ります。くるみとイチジクがベースの、好きな人は大好きなみっちり系ずっしり系のブレッドで、これ1キロ近くあるので予想以上に重いです。で、これ味の一番の特徴といえば酸味がある点。スターターいわゆる種菌にサワーシュというものを使っていて、これドイツパンなんかで多く使われるタイプなんですね。乳酸菌と一緒に酢酸菌も含まれるので、生地全体に特有の酸味があるんです。これが好き嫌い分かれるポイントでもあって、苦手だわって思う方もいる反面、好きな人はドハマりするパンです。生だとみっちりしっとり食感、軽くオーブンで焼いてあげると表面カリの中ふわの二面性を味わえます。私は軽く焼く方が好きですね。イチジクは1センチ弱くらいのカットで、プチプチ感感じるほどに存在感あり、このパン砂糖を使っていないので唯一ほのかな甘みを感じる部分でもあるんです。くるみもカリッと感ありで食感に幅を出してくれています。全体的に甘さ控えめなのでジャム塗っても美味しいでしょうが、個人的おすすめはクリームチーズ。少しコクが入るとより美味しく楽しめますし、甘さが欲しい人は蜂蜜垂らしても美味です。湯通し刻みめかぶ。今年の健康診断に向けてめかぶ毎日食べているんですが、スーパーで毎回小分けパック買っていると地味に割高なので、最近コストコの大容量めかぶに手を出したんですが、結論これ買ってよかったです。だいたい1パックに 1kg 近く入っていて、味付けされていない湯通ししただけの状態なのでアレンジの幅も広がるんです。だいたいスーパーのめかぶパックが1個 40g が3つほど入っていて250円とかで、単純にこれを 1kg 買うとなると6000円超えてくるので、食べる習慣がある人とちゃんと保存できる人であれば 100% こっちなんです。といっても私はそのままのめかぶにほんの少しめんつゆかけるシンプルな食べ方が大半です。これカットが結構細かいので少し噛むの手間取る感じもあるんですが、コリッとした食感があって大変美味しいです。保存方法ですが、今回2種類に分けて冷凍保存しました。
お弁当にも持っていきたいので、その分は味付けして密閉容器で冷凍、もう一つは味付けしない状態でジップロックでそのまま冷凍しました。これは使いたい時に使いたい分だけパキッと折って食べたいと思っています。結論、これはもうリピ決定です。コスパ良すぎます。もうじき健康診断なので、今年こそいい結果が出ますように。はい、続いてがごまわかめ。茎わかめをごま油をベースに調理した新商品です。海外で人気の味付けでとあるので、オリジナルは海外にあるのかもしれません。細切りにしたわかめをごま油とごま、砂糖、醤油、唐辛子なんかで甘辛く、どことなく韓国っぽい味付けに仕上げたご飯のお供的な感じの商品です。コリコリというより少し表面柔らかい感じの食感で、超わかりやすく言えば中華クラゲっぽい感じもしますね。気になるポイントが2つだけあって、砂糖だけならまだしも加糖液糖入っているんですよね。この辺の影響で結構後引く甘さで、正直好き嫌い分かれそうです。ただご飯進むっちゃ進む味ではあります。あと黄色と青色の着色料が入っているところ、そもそもいるかって感じもするんですけど、裏面見た感じそれなりに調理された状態のものをコストコで仕分けしているだけっぽいので、コストコで加えているものではないんですが、ちょっともったいない感じはします。はい、タドのチャイティーラテベース、これ今回の一押しです。このタドっていうブランド、過去にはスターバックスでも扱われたことのあるアメリカ発の人気のティーブランドでもあって、2022年頃には日本で発売開始したと思うんですけど、その時は販売店舗で完売しまくっていたんです。こちらラテベースなので牛乳と割って楽しむもので、1パックで約10杯分のチャイラテが作れるようです。これね、めちゃくちゃちょうどいい。バランスが取れたっていうとちょっと陳腐な表現にもなるんですけど、スパイスの程度も紅茶の風味も全体の甘さも全てにおいてちょうどいいんです。誰が飲んでも美味しいと感じるような万人受け間違いなしの味に仕上がっています。冷たいミルクだとすっきりとした甘さのちょっとクールな印象に、クローブがリードする香りで、少し濃いめに作って氷とか入れても超美味しいです。反面ホットにするとミルクの風味が少し際立つせいか、ほんのり柔らかい印象のお味に、少しカルダモンも出てくるような香りの面でもチャイ感感じる味です。そんなスペシャルなティーブランドの本格チャイを超気軽に、しかも超美味しく楽しめる、もうこれは激推しの商品です。この秋冬はこれで決まりですよ。ビビゴのユッケジャン、韓国発の大手食品メーカーのビビゴ、世界各国に韓国伝統の食を発信しているグローバルなメーカーでもあるんです。個人的にビビゴの商品大好きで、日本人も好きな味付けにしてくれている感じがしますし、パッケージもいい感じなんですよね。餃子とかキムチなんかは一般的なスーパーでも手に入るんですが、ユッケジャンはオンライン以外の販売店舗結構限られている気がします。そんなちょいレアな商品もコストコでゲットできます。この商品はいわゆるレトルト的な商材で、すでに調理がされているので湯煎か容器に移してレンチンするかで召し上がれる簡単便利な商品です。ユッケジャンは牛肉をメインに様々な野菜と一緒に煮込んだ辛うまスープで、日本でも人気のレシピでもあります。具材がゴロッゴロ、キノコやネギがベースで、しかも具材の食感もいい具合に残っていて、変なトロトロ感なくていいですね。お肉の割合ちょっと少なめかなって印象ではあるんですが、他の具材のボリューム感がそこそこあるので、食べ応えの面では物足りなさはなさそうです。辛さも程よく、辛いの苦手な方でも食べれそうな辛さですし、辛いの好きな人でもこれくらいあれば満足かみたいな絶妙な塩梅です。これご飯入れてクッパっぽくすると超うまいです。一応2、3人前らしいんですが、クッパなんかにするんだったら4人分くらいは取れそうです。料理が面倒な時の救世主になりそうですね。これおすすめです。またリピしたいなって思いました。ル・ルスティックの
ラクレット皮なしスライス。ラクレットうまいんですよ。サイズはちょっと違うんですけど、ほぼ同じものも成城石井時代にも私チーズ担当として扱っていたので多少の思い入れもあるんですが、それよりもう味が大好きです。ラクレットはスイスを中心に親しまれているチーズで、特にこれといった癖もないので、チーズ初心者の方にも人気のチーズでもあるんです。今回のはホールではなく、ある程度スライスされた状態のものがパックされているので、フライパンで温めてとろりとさせてみます。やり方超簡単で、一応軽くオリーブオイルを塗ったフライパンで適量のラクレットを入れて柔らかくなるまで加熱するだけ。溶けてきたらお好きな具材にかけるだけです。ラクレット癖はないとは言いつつも、そのままだとほんの少しだけ苦味を感じるんですが、それも味のアクセントになるほどに、ベースの味はほのかな甘みとコクを感じられる、とってもマイルドなチーズです。現地に習えばジャガイモ一択なんですけど、それだけだとちょっと味気ないので、今回はブロッコリーにウインナー、パンにかけてみましたが、どれも漏れなく美味しかったです。あと、もしご家庭にあればなんですけど、具材に加熱前のチーズを乗せてバーナーで炙ると超うまいです。表面に焼き目がつくことで若干の香ばしさ、いぶされ感が出て、特にウインナーは100億倍美味しくなります。秋冬のチーズ料理といえばフォンデュが有名ではありますが、ラクレットも見逃せません。コストコで買うと1パックあたりは確かにお買い得なんですが、2つもいらねえよって方は成城石井に1パックでも売っているので、ぜひ覗いてみてください。カフェフィチクランテールのミニパルミジャーノレッチャーノ DOP、 おにりぴしている商品です。パルミジャーノレッチャーノはイタリアを代表するハードチーズで、パルメザンチーズの元ともされている旨味たっぷりのチーズです。今回の商品、熟成期間書いていないんですけど、現状では確か熟成が2年以上ないとパルミジャーノレッチャーノとは歌えないはずなので、おそらくですが最低でも24ヶ月熟成です。パルミジャーノの 20g って絶妙で、すっごくちょうどいいんです。味が濃厚なので、そのままおつまみにするくらいならこれくらいでちょうどいいですし、パスタやサラダに削る際も1皿2皿くらいまでなら 20g がちょうどいいんです。我が家はマイクロプレーンか専用のチーズグレーターで削ることが多いんですけど、こんないかついやつじゃなくてもピーラーかおろし金があれば十分です。ハードチーズ使い慣れない人からしたら未知の食材でしかないんですが、なんてことないです。使ってみるとその汎用性や、とにかく旨味の濃い味にきっとハマるはず。ベルジョギョストのミニモッツァレラ、またまたチーズではあるんですが、これはどっちかっていうとコスパっていうより圧倒的な使い勝手の良さでリピ買いしています。コストコのがざっくりですが1個あたり33円、スーパーにあるミニモッツァ約26円ほどの計算になります。まあ単純に比較したら都度スーパーで買った方が安くはつくんですが、コストコのは何といっても3つずつの小分けになっているのがめちゃめちゃ使いやすいです。ミニモッツァってまあ何作るかにもよるんですが、正直12個もいらないシーンの方が私は圧倒的に多いので、3個ずつで余計なパックを開封せずに済むのはマジでありがたい限りです。サラダやピッツァ、パスタの具材や衣をつけてチーズフライにしてもめちゃめちゃ美味しいです。冷蔵庫にあるとテンション上がるアイテムの一つです。アメリカ産チルドビーフタン、筋などの余分な部分を全部取り除いてくれているので下処理なしで使える耐火抜群のタンのブロックです。コストコのブロック肉、下処理に時間がかかるものも多いので、この辺はありがたい限りです。ブロックで買うとタン元からタン先まで自分の好きなカットで楽しめるから好きなんです。焼肉屋なんかでは上タンとも呼ばれるタン元は特に霜降りの部分が多いので分厚めに切って焼肉に、タン先は煮込みに向いている部位なので、今回はこのタン先をメインにこの時期どうしてもやりたいあれを作ります。まずは適当な厚さに切ったタンに下味と小麦粉をまぶしておきます。
で、その後は煮込み用の鍋で玉ねぎ、人参を炒めていって、そこにパンを合流させたら赤ワインやデミグラスソース、トマトなどを加えて煮込んだら完成です。そう、タンシチューです。今回は早く作りたかったので、まあもっと美味しく作るには事前にお肉をマリネ液に浸したり、人参は別添えだったりいろいろあるんですが、こんな端折ったレシピでもめちゃめちゃ美味しく仕上がります。コストコのお肉ってなると豪快に焼肉するイメージなんとなくある気がするんですが、これからの寒い時期にはあったかい煮込み料理がおすすめです。ぜひブロックタンで豪快かつ最高に美味しいタン料理を楽しんでください。リンツのリンドールピンクアソート。秋冬のコストコチョコといえばこのリンツのリンドールのアソートパックですよね。一粒の満足感半端ないリンドール、外側のチョコレートと中の柔らかいフィリングの2層構造が美味しいリンツ一番人気のチョコレートで、この時期毎回買ってしまいます。時期によるかもしれないんですが、コストコのアソートボックスにはゴールドとダークとピンクの3種類があるんですが、フレーバーの種類で言えば私はピンクが一番好きです。ミルクとホワイトのド定番に高級塩のフルールドセルを加えた塩キャラメル、そして個人的に推しのダブルチョコレートの4種類が入っています。ダブルチョコレートは表面ミルクチョコの中のフィリングがダークチョコレートというチョコレート好き歓喜のフレーバーで、全フレーバー合わせて48個入っているので1個あたりが約63円ほど、店頭で買うとだいたい1粒あたり150円ほどなので、もうコスパの良さは言うまでもないです。夕食後のティータイムに今日はどれにしようかなって悩むのがこれ買ってしばらくの楽しみの一つでもあるんです。基本1日1個だけって言ってはいるんですが、 2,3 個いっちゃうのが世の常ですよね。オーガニックバナナ、最近スーパーのバナナやたら高くないですか。一番安いのでも5本で200円とかしたりするので、もうそんなバナナって感じなんですが、コスパだけで見たらコストコのバナナ買いなんです。コストコのものは市販品では珍しいオーガニック規格で、しかも1本が結構大きめ、そしてスーパーにあるようなものとは違って比較的青い段階で収穫されたような感じなので、食べるのに時間がかかったとしても傷む心配が少ないのはグッドです。その分最初の皮を剥くのが少ししんどい時もあるんですが、大ぶりのバナナが9本入っていて、しかもオーガニック規格でこのお値段なら言うことないと思います。花畑牧場の生キャラメル、これ一時大ブームになりましたよね。タレントの田中義武さんが代表を務めたことでも有名な花畑牧場の生キャラメル、私久々に食べましたが、これやっぱりすごいうまいです。相変わらず鼻に抜けるバター感半端ないですし、乳脂肪のみで仕上げたコク感とクリーミー感、このシュンってなくなる儚さ、最高のお菓子です。ちょっと濃いめのブラックティーとかあれば半日くらいはずっと食べていられそうです。ハイローラー BLT、 コストコ行ったらピザよりハイローラー派の我が家。まあピザも美味しいんですけど、このトルティーヤ生地が食べたくて毎回こっちです。朝食、昼食、お休み、はたまた夜はお酒と一緒にみたいな汎用性の高さも気に入っています。そのまましっとりトルティーヤで食べる人もいるでしょうが、私はこんがり焼く方が最近は好きです。トースターでもいいんですけど、私はフライパンでオリーブオイルで焼いちゃいます。焼くと特にベーコンがうまくなるんですよね。あと好き嫌いありそうですが、軽く火の入ったトマトも地味に好きだったりします。がっつりベーコン入ってはいるんですが、トマトとかレタスなんかも入っているので、どことなくヘルシーな感じがする分ギルトフリーに楽しめます。いや、やっぱ美味しいです。妻に話していたんですが、冷凍だとしても家にハイローラーがあるって予想以上にテンション上がるんですよ。
小腹が空いた時や食事代わり、お酒のお供にしたりと、いろいろなシーンで活躍してくれます。はい、今回最後がミニオンズソフトグミ。買う予定なかったのと、まあ正直紹介するのも迷ったんですが、娘に見つかってギャン泣きされたので、やむなく連れて帰ったので一応ご紹介します。たくさんのミニオンズが入ったグミです。先に言っておくと、ネタ的な意味で買うのはいいですが、味、裏面含めてリピ買いする予定は一切なく、おすすめはしません。50個入りと表記があったんですが、数えたら51個入っていました。ラッキー。5種類ほどのミニオンズのキャラクターが描かれていて、見栄えはすげーキャッチーです。パーティーシーンには絶対盛り上がるでしょう。一応個包装なんですが、どことなく匂い漏れてる感があるんです。リンゴ系の香りがしますね。そしてこれ開けてみて分かったんですが、グミ自体にミニオンズがプリントされているわけではなく、ケースにイラストが描かれているだけでした。まあミニオンかじるのなんかかわいそうだなって思っていたので、この辺は一安心。ベースは真っ黄色グミです。グミの食感、なんとも言えない柔らか食感。かじると中から謎の青いシロップが出てきました。全体的にべらぼうに甘いんですけど、リンゴ果汁使っているだけあってか、どことなくリンゴ由来の香りはあります。売り場でこの前を通る人漏れなく、大人も子供もなんだこれって騒いでました。まあネタ枠としてご検討ください。はい、いかがでしたでしょうか。コストコちょいちょい行ってはいたんですけど、動画にするのは久々だったのでなんだか新鮮でした。何か気になるものありましたでしょうか。タゾのチャイラテベースはマストバイしてほしいんですが、他で言えばフィグブレッドとラクレット、これ食べたことのない方はぜひとも試してみてほしいですね。この時期のチーズは、まあ、基本何食べても美味しいんですけど、私はラクレット食べると秋が来たなとか、冬ももうすぐだなって感じがします。年末近づいたらまたコストコ取り上げたいとは思っているので、次回もどうぞお楽しみに。お買い物の参考になれば幸いです。このようにこのチャンネルでは、成城石井元店長の私がおすすめする成城石井やカルディ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、全国のスーパーで買えるおすすめ品や百貨店グルメや手土産、テーマを絞ったマニアック動画など、食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方は、いいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。またインスタグラムやヤフーエキスパート、ボイシーでも情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。